はい、どうも、こんにちは。ピヌさんです。ナイトインザウッズ続きやっていきます。まずは寝ましょう。まあ、夢の世界でしょうね。始まった嵐だ。編集してて気づいたんだけど、ここに4つあるから、まあ音楽演奏してる人をね、4人見つければいいと思いますが、ちょっと怖い感じになってんな。見つかるかな。あ、電車だ。電車の上か。ってことは？ここ上に、登れるようになってるわ。わ、落ちた。わ、ちょっと暗くて分かりづらい。お、ポッサムスプリング。いや、まだ誰一人とも会ってないな。わー、この先も別に行けるけど、こっから先は行けない。上に登っていく感じだから、まずは下からやっつけていった方がいいような気もする。ここちょっと保留にしておこう。左、誰もいないか。あ、いた。こっから先は行けないでしょう、さすがにね。あと3人。ここから上に上がっていく感じだよね。一つついた。で、右は行けなかったから左から行って。暗いな、なんかよく見えないな。ここ消えてるね、多分。そうだよね。全然見えない。で、ここも消えてる。暗い。ここをね、上に上がっていくんでしょ。さっきここから落ちたんで。お、誰かいるね。で、2人目、3人目とかどうすんだろうな。こっからジャンプしても届かないでしょ。
これジャンプしても多分届かないと思うんだよな。ちょっとやってみるか。よっ、届いたというか新しい箇所に来た。よっ、うん、ここはでもなんか違うな。あと2人よっ、いた3人目、もう1人どこだろう。列車来ないかも。これ乗れる？乗れない。あ、これがキーっぽいけどな。こっち行っても戻るだけでしょ。上ね。影があるんだけど解放されてなくて、でここは出してるとなるとやっぱ左なのかな。よっ、まだ行ってないところね。こっちは？ここは来たもんね。で、端っこにいたでしょう。いるよね。一回スタート地点戻ってみようか。それで位置確認をしてみよう。うん、どちらかというと右側のちょっと高いところだな。真ん中、ここ登っていくよね。こっからジャンプする感じか、もしかして。お、そうだそうだ、多分そうだ、合ってる。あー、これは見つけられなかったわ。 OK、 いやー、よかった。結構迷ったね。妖怪来る？おー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 、わー、ガーかな、ガー、ワニかな。おはよう、メイ、起きろ。さて、まあ行くとしたら B のとこでしょうね。片付いたかな。片付いてる。ん？なんだこれ、こう物置的な？ん？おー、古い金庫だ。どうやったら開くんだろう。うん。ダイナマイト？うん。
いや違うな。古い金庫がある。あ、ここの入り口だけか。あれからはかなり成長したな、私。背はちょっと高くなったし、横幅もちょっと大きくなったし、おじいちゃんに言わせると丈夫にできてる子だって。もうそれでいいわ、丈夫にできてるんだもん。お母さん、あ、これ荷物。お父さんが出した荷物。お母さんいる。ねえお母さん、ん？大丈夫？うん、大丈夫よ。嘘つけ。ね、そうそう大学の話しない？まあいいけど。で、何があったの？私がいるべき場所じゃないんじゃないかなって。いるべき場所って？どういう意味？いやー、やっぱいいわ。また後で話そう。いつになったら話してくれるかしら。いつでも、いくらでも聞いてあげるからね。もう、聞きたくてしょうがないのよ。家族みんなで決めたプランを、なぜ突然断念しちゃったの？お母さん、何なの？どうしたの？急に。あんたはね、ボロ。ボロースキ家で初めて大学まで進学した人。はいはい、わかってるって。幼稚園の頃からずっと聞かされてんだから。生まれた時からずっと計画してたのよ。18年間もかけてね。いろいろと大変だったのよ。それなのに結局ここにいたいって、急に言い出しちゃって。それだったら、あれだけの努力と、大金と、不安は、全く意味がなかったじゃないの。何？また気分変動でも起こしてんの？気分変動が激しいのはお母さんじゃないでしょ？うちではお母さんが一番喜怒哀楽激しいじゃん。まあ、うちがあるうちに存分に楽しんでおきなさい。え？はあ？家がどうなんの？うちらが今いるべき場所じゃないかも。ああ、それって面白くもクソもないよ。まあ気にしないで。あんたは何も気にしない主義でしょ？だからもういいよ。これからも何も気にしなくても。いつも通りどっか行って適当に遊んできなさい。っていうか、あれなんだよ。世に出て頑張って成功したっていう実例が身近にちゃんとあれば、私はこんなことになんなかったんじゃないの？いや、そんなことは言わせ。こっから出て行って欲しかったんじゃないの？自分じゃそれが叶わなかったからっつって。私ってとにかくボロースキ家っていう、負け犬家系の最新大失敗、ごめんなさい、最新失敗作かもしんないね。もう行くわ。家売っちゃうかもしれないのか。お金ないってか。そうかそうか。はぁ、天体観測しようかな。あとは D んとこ行ってか。よ。なんかだんだん楽しいことがなくなってきたな。天体観測やってないわ。B の窓のすぐ外にいるんだな。しかもずーっと。アーノルド・ストーカー・バーム。お？よう B、メール見た？おー。ここが B んちか。ここがね。ん？これは入れないか。別にね。
で、店はこの先にあると。まあ、プレッツェルを盗むっていう気も起きないしな。お、なんか喋るやつか。あの観覧車は全然ダメだね。貴重なご意見をありがとう、コリーン。どこがダメっていうの？体力高度なのに一日で組み立てたり取り壊したりがうさんくさいのよ。収穫祭名物の観覧車なんだよ。毎年やってるじゃないか。そうよ、1984年以降は毎年やってるのよ。もう廃止にした方がいいってことじゃないの？黙ってよ、アンドリュー。一旦ちょっと落ち着こうよ。何が何でも収穫祭には必ず観覧車を出すからな。もう分かったから、あえて怪我したらあんたが責任を取りなさいよ。上等だよ、コリーン。ぐるぐる。雷、ドシャドシャ。バリーン。ピストルバーン、ピストルバーン。1ドル。ということで。お、ポリコおばさん。よう、ポリコおばちゃん。よく拳銃を持ってる人にそんな風に声かけられるよね。何それ、その銃って本当にいいの？っていうか今何してんの？道を封鎖してるよ。それって銃がないとできないこと？私何人撃ってると思う？知らない。でもすげえ知りたい。一人。殺しちゃった？いいえ。ってことは特に必要ないってことだよね。でっかい、読めないな。戦いの斧とかね、持ち歩いたらいいじゃん。それなら迫力たっぷりだね。考えとくよ。お、スプリング、ポッサムスプリング、ハーフェスト。お祭りか。おー、何もかも収穫祭ムードじゃん。っていうか、ただ怖さを減らしただけのハロウィンじゃん。まあ、なんでもいい。早く家帰って準備しないと。そうしてもいいけど、もうちょっとブラブラして帰ってもいいし、収穫祭の空気をもうちょっと吸って、まあ、それか、帰るわ。まずちょっと B のね、様子を。あれ、こいつ。収穫祭楽しみだよね。え、収穫祭ってちょっとバカらしくない？私は60年代のドラキュラ映画をいっぱい見よっと。そっちの方が楽しそうじゃん。うん、ピザも頼もうと思ってる。独り占めできるし。すげえ、14歳の時の私なんかより、全然イケてんじゃん。そう？ 14 歳の時何してたの？恥ずかしくて言えないサイトでチャットしてた。うん。じゃあね。またね、話盛り上がんなかったな。空いてないわ、行けないわ。高校のクラスの男子10人ぐらい軍隊入ったし、大学費用はなんとか払わないとダメだからな。まあ最悪ね、軍隊入ってお金返す？まあ教会に行ってもいいっちゃいいよね。ん？もう一軒は一体どこに？トゥーね。お、アンガス久しぶり。ハッピーハロウィン。はっはっは、うん、メイも。どう？怖い気分？すっごくね、見ればわかるでしょ。怖い顔やって。アンガス、ただ笑ってるだけじゃん。しかも怖いんじゃなくて可愛らしいんだけど。そっか。でも努力して偉い。へへへ。なんかね、B と話したいけど、B のお店行けなかったから、アパートに行くのかな？可能性はあるね。ちょっとグレックのとこ行こう、久しぶりに。いるわ。よう、調子はどう？いい感じ。収穫祭で多忙だよ。誰もいないじゃん。さっきまではラッシュだった。まあ、恐ろしい。ふん。
マジで恐怖を覚えたよ。ここって何時ぐらいが一番忙しい？午前中は最悪だよ。昼頃も結構最悪だし、俺が帰ってからも最悪だな。そん時はオーナーのクリスティンが来る。クリスティンって見たことないね。来る前に帰るようにしてるんだ。いいね。とりあえず俺もいるし、お前もいるし、天気もいいし、この蛍光灯をぶっ壊さなきゃいけないのかなって心配してたよ。で、どうよ。特に何も？じゃあまた後でな。あ、みんなでハロウィンに行く感じやな、これだとな。そうか、まあプレッツェル取りに行ってもいいんだけど、ちょっとビーチの前通りたいから、こっち行こう。しかし今日は暑いな。今日はね、まあ実生活というかリアルの気温で33度ぐらいまで上がってるんでね、結構暑さをね感じますよね。あ、教会に行ってもよかったな、ハロウィン。お、こうだ。あ、行けないってことはどうだ、一回教会に行こうかな。こんにちは。お母さんがまずいるよね。お？おー。大聖堂？やあ、皆さん。誰もいませんね。お母さんいた。ん？ああ、忙しい忙しい。お母さんそっけないわ。悲しいな。開かない。じゃあね、お母さん。じゃあ、ブルースのとこ行こう、ブルース。お？こんにちは。誰か待ってんの？まあ、ドタキャンされちゃったみたいね。もしかしたらデート？メイの思ってるようなデートではないよ。実は私の仕事の大半はね、人に呼び出されます。その人のところに向かいます。ドタキャン食らっちゃいますというパターンなのよ。その人との待ち合わせ場所を、わーが、この像だったの？なんとか星人。ルベロね。そうそう、火を吐くやつね。人食いの。それはちょっと単純化しすぎね。ん？でもまあ、基本的にはそうね。人の像を建てるんだったらこいつがいいな。教会の前に建てるならね。まあ、ここに建てたのは私じゃないけどね。でもね、ルベロ星人の物語から学ぶべきことっていろいろあるのよ。人を食うこと？まあ、それでもいいけどね。この像は教会の犯罪奨励活動によって、建てられたんだから冗談だけど、結果は確かに出そう。ちなみに例の件はどう？例の件って何？ブルースとかの件。とりあえず様子を見ながら待ってる。そして祈るしかないわ。あのね、ちょっとでも話したいこととか質問があればいつでも声をかけてね。神様に関してでも？もちろん。喜んで聞いてあげるから。それが私の職務なんだから。
わかった。そうか。ブルース。あれ、ブルースいなくなってる？あ、いた。今夜、収穫祭に来る？どうだろう、わからん。あんま社交的じゃないんでな。もし来たら声かけてね。私は行くよ。わかった。行くかもしれない。そうか。じゃあまあとりあえず家に戻ろう。いい加減火を入ってくんないかな。収穫祭か。よっ。まあ確かにちょっと忙しそうな雰囲気はあるよね。まあ特にね、会話もせずに帰っちゃいましょう。ただいま。部屋に戻る感じかな。思いっきり普通の洋服で。怖い体験しようぜ。いいねー。ウィッチだがー。あ、いいね。なんかちょっと。寝るわけにはいかねー。収穫祭だ。はい。ということで、収穫祭はね、次の動画でね、行きましょう。というところで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今日がいい日でありますように、ピンさんでした。